まなみです。今回のお悩みは目の下のクマについてです。ポイントをご紹介していきます。まずお肌やファンデーションよりも一段明るめ、そしてオレンジがかったコンシーラーを用意します。こちらを筆に取り、クマの一番気になるライン、今の場合は2本ありますのでくの字を書くように乗せていきます。乗せた部分を薄くしすぎないように周りをぼかしていきます。ある程度ブラシでぼかし終わったら指でなじませます。お肌やファンデーションよりも一段明るくオレンジ味のかかったコンシーラーを使うこと、それからクマのラインが一番気になる部分にくの字にのせてぼかすことです。ナールス美肌メイクレッスン、いかがだったでしょうか。メイクは肌悩みを上手にカバーする大切なテクニックの一つです。目立つお肌悩みのカバーに今回の動画がお役に立てれば幸いです。また肌悩みの改善には日々のエイジングケアや健康的な日常生活が大切です。ぜひナールスエイジングケアアカデミーで掲載されている様々な記事を参考にエイジングケアやアンチエイジングに取り組んでいただければ幸いです。